池袋通り魔殺人事件は、1999年9月8日に、東京都豊島区東池袋で発生した通り魔事件。白中の繁華街で通行人が、次々と襲われ、女性2人が死亡したほか、通行人6人が負傷した。1999年9月8日11時35分40分、頃にかけ、 豊島区東池袋の東急ハンズ池袋店前で、加害者の男 Z が、包丁、玄牢で通行人を無差別に襲い、二人を殺害し、六人に、重軽傷を負わせた。Z は、サンシャインシティの地下通路からエスカレーターで、東急ハンズ正面入り口前に出た後、うおー、ムカついた。ぶっ殺すと、大声で叫んだ。まず、サンシャインシティのエスカレーターを登ってきた。 夫婦二人を包丁と金槌で襲い、六十六歳女性を殺害した。次に東急ハンズ前に差し掛かった、夫婦二人のうち二十九歳女性を包丁で刺し、殺害した。Z は六十回通りを池袋駅方向に走り、その途中で私立高校の一年生四人グループのうち三人を切りつけ、さらに二人に切りつけた。その後、Z は、 池袋駅前で通行人たちに取り押さえられ、その場で現行犯逮捕された。加害者 ZH は1975年11月29日生まれ、本籍地は岡山県岡山市長崎町。2020年9月27日時点で、加害者 Z は死刑囚として東京拘置所に収監されている。 2009年に再新請求を行ったが、2015年までに東京地裁、東京高裁で棄却決定がなされ、同年時点では最高裁に継続していた。Z は倉敷市出身で両親、兄と共に4人で生活していた。3歳の時に一家が引っ越しし、その後は小島郡名田崎町で育った。Z が小学校高校学年の頃から、 両親はギャンブルに溺れるようになった。父が親の遺産を相続し、大金を手にしたのがその原因であった。Z が中学生になると、両親のギャンブル癖は悪化の一路をたどったが、中学3年の時、勉強に打ち込んだ成果があって、進む学校とされる高校に入学した。しかし、両親のギャンブルはやむことはなく、ついには、 数千万円の借金を残して失踪。残された彼の家には借金取りが連日のように押しかけてくるようになった。兄は大学生として一人暮らしをしていたため、Z が一人で借金取りの対応に迫られることになった。大学進学を希望し進む学校と言われていた県立高校に入学したが、経済的な困窮から、 高校は2年時の1993年5月31日付で退学。進学を断念し、アルバイトに専念するようになった。以後、一時は兄の下絵見を寄せ、パチンコ屋で住み込みで働くようになった。一時期、両親も Z と兄の下へ木さんしていたが、再び蒸発した。その後は、塗装会社、照明器具工場、自動車部品工場など、 各地で職を転々とした。この間、小学校時代同級生であった、ある女性に好意を抱き、彼女に対して、必要なアプローチを行い、ストーカーのような行為にまで走ることがあった。なお、1996年12月にはナイフを、携帯したとして、重宝刀券類所持等取り締法違反罪で、罰金刑に処せられた前科がある。 日本での人生に絶望した彼は1998年新天地を求めてアメリカに短期渡航したロサンゼルスサンフランシスコポートランドと向かったが十分な滞在費がなく途中で行き倒れて日本大使館に保護された就職先もなかったので大使館の紹介で現地のキリスト教会の牧師に事情を話し 教会の仕事を手伝うのと引き換えに移植の面倒を見てもらっていたという。逮捕後の取り調べ時には、この時期が人生で最も充実していたと回想している。しかし、こうした現地での生活もビザの執行と同時に終わった。日本へ帰国後、Z はパスポートを破り捨てていたという。その後は働きながらの大学への通学も考えたが、費用の面から飛んだ 犯行当時は、都内の新聞販売店を辞めた直後だった。犯行動機は、人生に絶望し、また、どうしようもない環境的な不平等にイライラしたためと、供述している。直接のきっかけは、事件直前に夜勤をしていた際、自分の携帯電話にかかってきた、無言電話によるという。犯行当日、 殺人を予告するレポート用紙をアパートの自室の扉の外側に貼り付けた。本人は、およそ、真面目な人が、さらにさらに苦しむ一方で、遊んで楽をしていられる、身分の人たちがいることに嫌気がさしたと供述していた。1997年夏、Z は外務省や警察庁に宛てて、尻滅裂な内容の手紙を送りつけていた。被告人 Z は、 殺人罪及び殺人未遂罪、重宝刀剣類所持等取締法違反、障害罪、暴行罪に問われた。刑事裁判の第一審では、被告人 Z が事件当時、分裂病室人格障害の状態にあったか、精神分裂病の変炎群の疾患に罹患していた可能性が指摘され、Z の弁護人は事件当時、Z は心神喪失、 または、心身耗弱状態だったと主張。しかし、東京地裁は、無差別殺人を思い立ってから凶器を購入した際、店員から怪しまれないように犯行には、必要ないものまで同時に購入したり、犯行途中で、刃先が欠けた包丁を捨てるなど、無差別殺人という目的のために、合理的な行動をとっている。事件前に、それなりに、 社会生活を営んでいたり、犯行を躊躇するような考えをしたりしていることから、考えても、Z の責任能力に問題があったとは、考えられないと指摘して弁護人の主張を退りけ、完全責任能力を認定した。被告人 Z は2002年1月18日に、東京地方裁判所刑事第1部で、休憩通り死刑判決を言い渡された。当時、死者が出た。 通り魔事件で被告人の完全責任能力が認定され、死刑が言い渡された事例は極めて異例だった。Z は判決を不服として控訴したが、東京高等裁判所は2003年9月29日に現判決を指示し、被告人 Z による控訴を棄却する判決を言い渡した。 上告審で、弁護人は、責任能力に関する主張に加え、死刑制度が、憲法違反である旨などを主張したが、最高裁判所、第一小法廷は2007年4月19日に、原判決を指示し、被告人 Z を呼び弁護人による上告を棄却する、判決を言い渡した。被告人 Z は、訂正申し立て期限内に判決への訂正を、申し立てなかったため、 2007年5月2日付で死刑判決が確定した。この事件の3週間後に下関通り魔殺人事件が発生した。同事件の死刑囚は後半の中で池袋の事件を意識したと本事件の影響に言及した。ありがとうございます。